この動画では神学研究家小林正観さんの言う天国度 100% の状態についてご紹介します。順を追って解説しますので、まずは地獄度 100% からの解説となります。地獄度 100% とは、地獄と聞けば多くの方が死後に痛み苦しみを受ける場所、そのように想像していると思います。しかし正観さん曰くそうではないようです。なぜなら死後は肉体を伴わず魂だけとなるので、痛みを感じる状態ではないからです。なので魂になった時の地獄度 100% とは、孤独によって苦しむ孤独地獄だとおっしゃいました。天国度 100% とは、地獄が分かれば天国が想像できるとのことです。では天国度 100% とは孤独と正反対の場所になる、つまり孤独ではなく良き仲間に囲まれている状態が天国度 100% のようです。では良き仲間とはどのような仲間でしょうか。良き仲間とは、自分の喜びを一緒に喜んでくれる人、あなたはあなたのままでいいと言ってくれる人、同じ方向を向いて同じ価値観で生きている人、同じ話題を同じように笑顔で話せる人、喜ばれるように生きている人、不平不満を口にせず常に感謝をしている人、ありがとうを言っている人、このような人たちに恵まれ一緒にいるだけで楽しくなることに気がつけたのなら、もう孤独ではなくなります。つまり天国度 100% の状態なのです。成功者が天国なのではない。私たちは成功して大金をつかめ夢をつかめと教えられてきました。ですが成功を勝ち得たり社会的地位を得たり豪邸に住むことが天国ではないようです。たとえ年収が1000万円を超えても、良き仲間を持たず、さらに自分の力しか信じることができないのであれば、その人を待つのは孤独な世界、つまり正観さんの言う孤独地獄でしかないのです。私たちが教えられてきた生き方は、他人と競って比べて争う生き方。この生き方を過度にしすぎると、気がついた頃には孤独になっているのかもしれません。ではそうならないためにも、次回の動画では良き仲間の増やし方と人生の目的についてご紹介しますので、楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。この動画が気に入って高評価チャンネル登録してくれたら嬉しい。楽しい幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。